閣議の概要について申し上げます。一般案件等14件、法律の公布、政令、人事が決定されました。大臣発言として岸田内閣総理大臣から海外出張不在中の臨時代理についてご発言がありました。次に、本日国家安全保障会議及び閣議において、シナイ半島国際平和協力業務実施計画の変更及び南スーダン国際平和協力業務実施計画の変更について決定されました。これにより、シナイ半島においてはエジプト・イスラエル間の停戦監視等を行う多国籍部隊監視団司令部への自衛官の派遣を現在の2名から4名に増員します。これは4月30日に行われた日エジプト首脳共同記者発表において岸田総理から発言があった方針を具体化するものであり、中東の平和と安定への貢献、他の要員派遣国との連携促進、また人材育成や知見の蓄積の観点においても意義深いものであります。また南スーダンにおいては、国際連合南スーダン共和国ミッションへの司令部要員の派遣を1年間延長することになります。これらの派遣も通じ、引き続き国際社会の平和と安定に積極的に寄与してまいります。次に、岸田総理は明日 G7 広島サミットに関する視察を行うため広島を訪問する予定です。広島県立総合体育館で行われる国際メディアセンター開所式に出席するほか、首脳会議場であるグランドプリンスホテル広島等を視察する予定です。合わせて平和記念公園及び宮島についても訪問する方向で調整しています。政府としては G7 広島サミットの成功に向け、今回の視察も踏まえ、引き続き準備に万全を期してまいります。私からは以上です。NHK の古垣です。冒頭紹介にありました自衛官の派遣方針に関連して伺います。今回の決定の狙いと、今後の自衛隊による国際貢献について、所見を伺います。多国籍部隊監視団への司令部要員派遣は、国連以外の主体が行う国際平和活動に対する我が国として唯一の派遣であります。中東の平和と安定に重要な役割を果たしている MFO への派遣は、我が国自身の平和と繁栄のために重要であり、また米国等他の要員派遣国との連携促進、人材育成や知見の蓄積の観点においても意義深いものだと考えています。今般の追加派遣はMFO 側の要請に基づき、MFO 活動に必要な施設の更新・新設について、計画や進捗管理を行う要員を派遣するものであり、自衛隊の強みである施設分野の能力を示す機会でもあると考えています。アンミスへの派遣の継続については、南スーダンの平和と安定は、アフリカ全体の平和と安定に寄与するものであります。また現在、我が国が要員を派遣する唯一の国連 PKO であり、国連への緊密な関与、周辺諸国等との連携、人材育成の機会の確保、国際平和協力の推進のための知見の蓄積などの意義は大きいと考えています。今後の自衛隊の国際貢献についてのお尋ねについては、現時点では MFO 事務局や国連本部等から具体的な部隊派遣の要請はないものの、我が国としては国際平和協力活動等について、平和安全法制も踏まえ、派遣の意義、派遣先国との政治的、経済的関係等を総合的に勘案しながら、引き続き推進する考えであります。共同鈴木です。共同鈴木です。G7 広島サミットの関係で伺います。米国の債務上限引き上げ問題をめぐりまして、バイデン大統領と共和党のマッカーシー下院議長らが、12日に予定していた協議が来週に延期されることとなりました。バイデン氏は協議が長期化した場合、G7 広島サミットにオンラインで参加する可能性に言及しており、
バイデン氏の訪日は不透明さが増している状況です。これに対する受け止めや万が一のオンライン参加に備えた準備や米国との調整状況について伺います。バイデン米国大統領と記者のやり取りをはじめとするご指摘の問題にかかる動きにつきましては承知していますが、他国の内政問題についてコメントすることは差し控えたいと思います。米国政府から本件にかかる通告等は一切受けていません。なお4月25日に米国政府はバイデン大統領が G7 広島サミットに出席する旨発表したと承知しています。サミット関係で時事通信関係です。 G7 広島サミットのインターネットの広告について伺います。15秒の映像広告でして、岸田総理が各国代表と握手をする様子とともに、外交安全保障の要諦は信頼だといった総理の声が流れまして、最後に文字で G7 広島サミットの成功、日本と世界の明るい未来に向けて共に歩んでいきましょうというメッセージが映る内容でした。交通規制の周知や警備への理解を求める内容ではなく、また国民が出席するわけでもない首脳会議の広告を打つ目的が何なのかを伺います。またこの広告の掲載、これ一般のホームページだったんですけれども、これ費用がかかっているのか、またかかっているとしたらこうした広告を国費で使って掲出することへの適正性についてどのように考えるのか伺います。ご指摘の動画はサミットと閣僚会合の成功に向けて会合開催地や国民の皆様のご協力をいただけるよう、動画をテーマに応じて5種類作成し、4月24日から順次インターネット広告等に掲載しているものであります。費用については政府広報の契約の範囲内で行っているものと承知しています。本年は我が国が G7 議長国としてサミットや閣僚会合を開催し、我が国の魅力を発信する貴重な機会となることから、こうした広報には意義があると考えています。朝日新聞の奈良崎です。話題変わります。岸田首相の記事を掲載したアメリカのタイム誌について伺います。外務省が見出しと記事の内容が異なるとタイム誌に異議を伝えたとの一部報道があります。事実関係について確認させてください。また事実であれば、いつどのような内容の異議をどういった格好で伝え、タイム誌からどのような返答があったのか、なぜ異議を伝えたのか、理由と変更への受け止めについても伺います。タイム誌の表紙の表題は変更されていないと理解しています。他方でオンライン版の見出しに変更があったことは承知しています。本件インタビュー記事については、ニューヨーク総領事館からタイム誌本社に対し、表題と中身に乖離があることを指摘しましたが、これ以上の詳細のやり取りについて述べることは差し控えさせていただきます。テレビ朝日の車です。ウクライナ支援についてお伺いします。ウクライナに対する復興支援策を具体化するために新しい大義を差し上げるという報道がありますが、政府の検討状況を教えてください。ご指摘の報道は承知していますが、政府部内の検討の詳細についてはお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。なお本年3月、岸田総理がウクライナを訪問した際の首脳会談において、ゼレンスキー大統領から復興の過程における日本からの幅広い分野での投資の可能性について強い期待が表明され、今後両国で取り組みを強化していくことで一致しました。これを受け、政府においてはウクライナ側の要望を踏まえつつ、日本側として可能な方途を検討してきています。いずれにせよ、我が国としては本年の G7 議長国としてリーダーシップを発揮しつつ、引き続き G7 をはじめとする国際社会と緊密に連携しながら、適切にニーズを把握しつつ、国難に直面するウクライナの人々に寄り添った支援を実施していきます。詳細に関しましては外務省にお尋ねをいただければと思います。